医薬品を保管するアンプル1 4ラムの高純度セシウムが入った大きなアンプル。アンプルは固体や液体、気体のサンプルを封入して保存するために使用される小さな密閉されたバイアルである。アンプルはガラス製である。アンプルの最も一般的な使用例は空気や汚染物質から保護しなければならない医薬品や化学物質の保管である。 サンプルを入れたアンプルは薄い上部を直火で溶かすことによって密閉され通常は首を折ることで開封する薬剤の上の空間は密封する前に不活性ガスで満たされることがあるガラスアンプルの壁は通常グローブボックスの中に難なく持ち込める程度の強度を持っているガラスアンプルはボトルや他の単純な容器よりも高価であるがガスや液体に対する 優れた不信透性があり、すべての内面がガラスであるという点で、費用に見合う効果を発揮する場面も多い。アンプルで販売されている薬品の例としては、注射用医薬品、テトラキスパラジウムのような空気に敏感な試薬、重水素化溶媒やトリフルローロメタンスルホン酸のような、吸湿性物質、分析用標準物質などがある。アンプルは加圧したり、空気を抜いたり、 アンプル内の空気を他のガスに置き換える場合もある。第18属元素の気ガスなど特殊な形状のガラスアンプルは気体元素のサンプルに対して長きにわたって用いられている。例えば放射性薬品であるキセノン133はガラスアンプルに包装されていることが多く、また高圧下で液化されたフッ素及び塩素を入れる特殊な厚肉の石英アンプルや オタルイシアンプルなどがある。テフロンアンプルは、高濃度復化水素産用のテフロン容器の概念に、基づいて、ガラスと反応することで、腐食、発火を引き起こしたり、サンプル自体が汚染、腐食されたりする、化学物質や、金属容器を腐食、分解する物質を保管するために開発された。ヒドロモルフォンやオキシモルフォンのような多くの14、ジヒドロモルフィノオピオイドや、 各種の銀塩をはじめとする観光性化学物質を保管するアンプルには、スモークガラスや紫外線などの光をフィルタリングする、要化学物質が添加されたガラスが使用されているか、上面及び底面が不透明で残りの部分が厚い、紙で覆われている。古代のアンプルのコレクション歴史的には、アンプルは死後に人の血液の少量のサンプルを入れるために使用され、多くのキリスト教の地下墓地では、 アンプルと一緒に埋葬されていた。もともとは殉教者だけが、この埋葬処理を受けたと信じられていたが、広く行われていた伝統と考えられている。305年に作られたと言われているアンプルは、ベネベントの主教である聖ヤヌアリウスの血液で満たされており、何世紀にもわたって、ナポリ大聖堂に保管されている。毎年9月19日、町はサンジェンナーロ祭りを祝う。 この時、アンプルは、金庫から取り出した後、行列で運ばれ、大聖堂の祭壇に置かれた後、赤葛色の硬い内容物を液化する。精霊は、クロビス一世の洗礼のために、精アンプルをもたらす。もう一つの有名なアンプルは、フランス君主たちの体冠式のための精油を保管していた精アンプルである。この油は、クロビス一世の時代から伝わったとされ、しばらくは、 聖レミキウスの墓に、後に、ランスのノートルダム大聖堂に保管された。シャルル10世の体幹式で使用された。現代のガラスアンプルは、短い長さのガラス管から工業的に生産され、自動化された生産ラインで、ガストーチと重力を利用して加熱して成形される。品質管理には通常、コンピュータビジョン技術が採用されている。色分けされた、ネックリングを示すアンプルの写真図。 アンプルにはアンプル内の物質を識別するための色付けのペイント、またはエナメルの輪が付いていることがよくある。この輪は機械で読み取ることができ、保管、ラベル付け、二次包装などの目的で物質を正確に取り扱うことができる。最近のアンプルの色分けは製造工程で行われている。二つのオーブンの間にある機械でアンプルに色付けリングを施す。 アンプルの充填と封入は工業規模では自動化された機械によって行われ、小規模な産業や実験室では手作業で行われる場合もある。アンプル充填機は自動機、半自動機、手動機と呼ばれる三つに分類される。ブランクアンプルは化学ガラスメーカーから購入し、小型のガストーチで封入することができる。不活性雰囲気化での封入には、シュレンクラインを使用することもある。 アンプル内に液体を充填する前後に窒素が置感してアンプル内の空気を除去する方法があるアンプルを開封するために主部に傷をつけるアンプルカッターワンポイントカットアンプルの場合は不要アンプルは首に引っかき傷をつけトップを折ることで開封するこの際アンプルカッターを用いるワンポイントカットアンプルでは首の上のドットが正しい親指の位置を示しており親指を アンプル内のあらかじめ作成されたカット線に合わせる。この最後の操作が適切に行われていれば、余分なガラス片や破片を残さずにきれいに割れるが、液体や溶液をフィルターでエロ化して、より確実にできる。ガラス粒子の汚染は、現在も懸念されており、病院での治療中の常務薬内投与など、非傾向的に薬剤を投与される患者は、薬剤を吸引する際に、 ガラス粒子が混入するリスクが高くなる。2016年180アンプルによる研究では吸引された液体中に19473個のガラス微粒子が検出されたがフィルターを使用した場合アンプルあたりの平均粒子数は114個から89個に減少しただけであった。アンプルのガラス粒子汚染はすべての静脈内注射方法で発生した。 アンプルは低周波、ルフィードタグの容器として一般的に使用されている。これらは主に識別のために動物にタグをつけるために使用される。ありがとうございます。